こちらがですね、先ほど汚染水の処理対策について皆さんの方から広く意見を求めるという話がありましたが、その陰にこっそり隠れるように建屋からも漏洩している可能性が高いから、それに対する処理対策についても意見をくれというようなことをあなたたちは言っていますね。要するに今世の中では新聞各紙マスコミが汚染水汚染水と騒いでいるが、実は建屋からもかなり出てるんじゃないですか。これは大問題じゃないですか。皆さん分かってるんでしょ、そういうことが。もちろん建屋からこれ以上光線量の放射性物質が漏れ出ているということになれば、作業員の方々が作業できなくなる可能性が出てくる。そうすれば福一原発の収束作業が立ち行かなくなる可能性が出てくる。皆さんのところにはもしかしたらそういう情報も入ってるんじゃないですか。騙して使ってれば、とにかく情報を出しなさい。皆さんの中にももしかしたら散々福一の真の情報なり真実に近い情報を見てきて、これはおかしいだろうと、これはやばいだろうと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですか。そしたら皆さんにできることの一つ、情報をリークしなさい。汚染法が成立する前に情報をもっとリークしなさい。マスコミでもどこでもいい。それからもう一つ、全ては立法府がやることだと。だが、なんとかあなたたちは役割はどうも持ってるかもしれませんが、行政の君たちにもやることはあるでしょう。今の原発行政がおかしいと思ったら、君たちの仕事をボイコットしなさい。こんな原発行政が正しいわけがないでしょう。あなたたち、そう思えば仕事をボイコットすればいいんです。それが皆さんが本当にこの問題を深刻に受け止めているなら、自らの生活を投げ打ってでも、もしくは職場の中で同じ考えの人たちが集まってやるべきことじゃないですか。いつまでも我々にこんな罵声を浴びさせるようなことをしてる場合ではない。あなたたちがもっと主体的に動かなきゃならないんだ。やり方は通常の行政の仕組みだけで、やる方法だけではないはずだ。もっと君たちが動きなさい。罵声ですか。大きな声で行きますか。